皆さんどうもこんにちは、レザーワークス一点です。今日はですね、たまにはレザークラフトに関する、雑談みたいなものをしていきたいなと思います。その前に今日ちょうど通りかかった本屋さんに寄ったんですけども、面白そうな本があったので2冊購入してきました。1冊は、堀江さんのこちらですね、時間革命、それから、もう1冊はですね、これニュートンの別冊になるんですけども、これ、タイトルが面白そうですよね、無とは何か、こちらを購入してきました。このニュートンの別冊の方はですね、結構、面白いタイトルのものがこれまでもたくさんあって、その都度こう目を通して、見たりするんですけども、今回はですね、特に、とても個人的には面白そうな内容ですよね。無とは何か、ゼロとかですね、まだこれから読むんですけども、タイトルをいろいろ見るとですね、無っていうのがゼロだったりとか、真空とか存在ですね、面白そうですね。存在とか、あと科学的な無だったりとか、宇宙とか、そういったものをですね、こう図の解説付きで、かなり文字も多いんですけども、でもさらっと読めそうな内容だったので、手に取って思わず購入してしまいました。常にこう時間に関して考えていることが多くてですね、無意識のうちにずっと考えているんですけども、時間っていうのは、この日常を過ごす時間っていうのはもちろんなんですけども、そういうこととは別にですね、この人間の生死一生だったりとか、時間を考えていくと、光とか宇宙とかそういうところにつながってくるので、そういった類のものがとても好きで、本はよく読むんですけども、あと今回のこの堀江さんの時間革命、こういった時間に関することを書いている本はですね、結構気になって手に取ってみるんですね。で、あと堀江さんの本は結構他の本も読んでて、内容がとても読みやすいっていうのもあるんですけども、内容が人柄がこう出ていて、面白い、今回の、タイトルもそうなんですけども、こう背表紙に書いてあることとか、パラパラっと見てもね、とても面白そうなので、いろんな人が考える、時間に対する考え方とか、時間の使い方、そういうのが、自分の中でこう悩んでいることでもですね、こういろんな人の考え方を聞いたりとか、取り組み方を聞くことによって、変わってくることとか、自分の役に立つっていうこともたくさんあるので、この時間に関する本はとにかく、大体目を通すようにはしています。最近はこう落ち着いて読書っていうのもあまりできていないんですけども、少し前までは結構読書が好きでですね、もともとテレビを一切見なかったりとか、音楽も聴かなかったりとか、映画とかも見ないですし、もちろんこうゲームをやったりとかそういうこともないので、時間があったら作業やってたりとか、最近はこう動画の編集したりとかいろいろなんですけども、そんなテレビを見たりする時間もないんですけども、読書だけは結構どこでも本を持ち歩いていれば、ちょっとした隙間の時間にですね、スマホとかを見るんだったら読書したりとか、お風呂を入りながらとか寝る前とか、常に時間持っていれば時間を有効的に読書で使うことができるので、結構ね、読書は好きでするんですけども、多い時でこう年間だいたい100冊ぐらいを目指してたんですけども、結局90冊ぐらいでだったと思うんですけども、月でだいたい10冊ぐらいこう本を読んでいる時期もあったんですけども、何か目的を持って読書をすることもあるんですけども、いろいろこう読んでいるといつの間にか自分の中でこう変わっている考え方とか感情とか、そこからこう、ものづくりにもしかしたらつながっていくこともあったりとか、そういう何かきっかけになることが
引っかかったりとか、そういうことがあるだけでもすごく、自分の身になることかなと思うので、まあ、時間の使い方としてはこう読書っていうのはね、すごい有効的な、ツールかなと思います。まあ、そんな時間の話からですね、まあ、今日、まあ、レザークラフトに関する雑談ということで、まあ、テーマは2つなんですけども、まあ、モチベーションと、あとは失敗について、まあ、どちらもですね大きく時間が関わってくることになりますので、まあ、その2つについて、少しお話をしていきたいと思います。少し前にですね他の動画でもちょっとだけそこに触れたと思うんですけども、まあ、一昔前に比べてレザークラフトがとてもやりやすい環境になってきたかなって感じる部分はあるんですね。それはまあ、いろんな情報に簡単に触れることができるようになったっていうのと、素材だったりとか材料だったりとか、まあ、調達する術もですね、まあ、今はだいぶ整っているので、まあ、不便に感じること情報だったりとか何かを手に入れるっていう意味では不便に感じることはそんなにないかなとは思うんですけども、やはり、それだけ情報とかが手に入れられるようになった今でもですね、やはりそのモチベーションをいかに維持するかっていうところが、まあ、レザークラフトを長く続けていけるかどうかっていうところに大きく関わってくることかなと思います。動画や雑誌など、まあ、いろんレザークラフトを始める前にいろんな情報に、触れることができるようになったことによってですね、まあ、結構でこう自分でもできるんじゃないかなとか簡単そうかなとか、まあ、スタートする前に結構こうハードルがこう低くなってですね、できそうって思ってスタートする人がやっぱり多いと思うんですね。でそうやってスタートしてみたもののこう、まあ、道具、まあ、始めるときはねやっぱり自分のモチベーションも高くてですね、こうワクワクした気持ちで、まあ、道具や材料などをこう買い揃えてですね、スタートしてみたものの、実際にやってみると、まあまあ、とにかく、まあ、難しいっていうのと、手間がかかる、あとは時間がかかるっていうところで、まあ、現実的にこうやってみた時に、うまくいかなくてやめてしまったりとか、まあ、続かなかったりとか、まあ、そうやって、やってみたもののやらなくなってしまうというかっていう方がとても多いかなと感じます。やはりこう仕事ではなく趣味として、まあ、大人になってからこう新たな今までやっていなかったことでですね、このハンドクラフト系ものづくりの趣味を持つっていうこと自体が割合的には少ないことかなとは思うんですけども、まあそういう趣味をですねやっぱり続けていく上で大事になってくるというか重要になってくるのは、モチベーションをこうね楽しいって思う気持ちでですね、モチベーションを維持して続けていくことがとても大事かなと思うんですけども、そのモチベーションがねなかなかこう維持できないっていうところが、まあ、レザークラフトの、難しいところかもしれません。ではそのモチベーションをいかに維持するかっていうところなんですけども、皆さんどう思いますかね。うまくいかないことが続く中でこういかにモチベーションを保つか、やっぱりこう失敗することはもちろんたくさんあると思うんですけども、今でも私でも失敗することはありますし、失敗することはたくさんあると思うんですけども、うまくいってもいかなくても、そこにかかるコストですね、時間のコスト、まあ、労力のコスト、まあ、それから材料費のコストですね、まあ、これらがですね、うまく完成した時に、まあ、完成したらの話ですけども、途中で挫折してしまったりすることもあるだろうし、まあ、完成したとしてもその時にですね、まあ、同じだけのコストをかけてうまくいったものなのか、まあ、使えるものなのか、それともそうでないものができてしまうかっていうのは、やっぱりその後のモチベーションにねすごく影響してくることだと思うんですよね。すごい時間をかけて、すごい手間をかけて、材料費をかけて出来上がったものが、まあ、失敗作だった時にはですね、やっぱりがっかりすると思うんですよね。趣味であればなおさらですね。そうなった時に、もう一度こう何が原因でうまくいかなかったのかとか、
まあ、そこでこういろいろ自分なりに考えてやり直してもう一回そのアイテムを作ってみるってなる人もまあ多いと思うんですけども、まあ、その2回目で例えばうまくいくのかいかないのか、まあ、そこも大きな分かれ道だと思うんですけども、まあ、1回目でうまくいかなくて2回目で改善されてうまくいけばまだいい方かなって思うんですけども、結局うまくいかなかった原因って、まあ、大体が1つとか2つではなく、まあ、複合的にいろんな要素が合わさって、うまくいっていないっていうことが多いので、失敗したものをこう見返した時に何が原因だったかっていう明確な、答えを出すことができない場合が多いんですよね。こう始めたばかりであればなおさら。そういうところがですね、こう一人でやってたりとか、まあ独学だったりとか、まあ、独学というか、まあ、そういう雑誌とか動画を見てやろうと思った時に、まあ、あのうまくやる方法っていうのはいっぱい探せばあると思うんですけども、どういうふうなやり方をしたらどういうふうなリスクがあってどういうふうな失敗をするのか、まあ、そういったことがですね、失敗をしなければわからないっていうことになってしまうと、まあやっぱり楽しくないと思いますし、そういう意味では失敗は個人的にはない方がいいかなと考えています。ここで出てくるのがもう一つのテーマの、まあ、失敗っていうことに関してなんですけども、まあレザークラフトに限らずですけども、こういろんなことを身につけていく中で失敗はどうしてもつきものだと思うんですけども、レザークラフトに関してはですね、まあ、もともと失敗するつもりで作業をやっている人は多分いないと思いますし、もともと失敗、このままいけば失敗するって分かっていたらそれを回避すると思うんですよね。結果的に失敗になってしまった場合でもどうですか皆さん、こう、まあこれも味だからいいよとか、失敗も経験だからこれはいいよって思っている方結構ね、これ多いと思うんですけども、どうでしょうか皆さん。まあ、いろんな考え方があると思うんでね、何が正解かとかっていうことではないと思うんですけども、個人的にはね、私の考え方としては、まあ、趣味でやる以上ですね、まあ、失敗はねないに越したことはないかなと思うんですよね。やっぱりさっき言ったモチベーションが下がってしまったりとか、まあ、1回目の失敗で原因が明確に分かって2回目でそれを修正することができればまだそれはいい方だとは思うんですけども、まあ、必ずしもそうなるとは限らないです。例えばあらかじめ失敗することを前提に、まあ、時間をかけずに材料費もかけずに、まあ、適当にやった結果失敗した、それを経験することが目的としてその作業をやったとしたらそれはいいと思うんですけども、結局さっき言ったようにですね、成功しても失敗しても同じだけの時間がかかって同じだけの労力、大変な思いをして同じだけの材料費がかかってるわけですよね。でできたものが使えるものなのかそうでないのかってなったら、やはりこう使えるものを完成させたいですよね。それがこうその後のモチベーションにつながったりとかになると思いますし、まあ仕事としてやって、まあ、修行というか、それが何かその後のこう精神的に鍛えられるとかそういうことが目的ではないと思うので、やはり修行、失敗はない方がいいと思いますし、大体の方がこう仕事が終わってとか、まあ、空いた時間の中で、まあ、少ない時間の中でこの手間暇のかかる、まあ、そしてこの材料費もかかるレザークラフトを楽しむって考えた時に、やはりこうね、有限な時間を使うので、まあ、なるべく無駄になることはしたくないというかしない方がいいかなと思うんですよね。まあこう時々こう、まあ、味だからっていうのは別としてですね、まあこれも経験だから、失敗も経験だからっていうふうに、まあ、聞いたりもするんですけども、まあ、個人的には失敗することが大事ではなくてですね、まあ、その後です。それを生かしてどうリカバリーするかが一番大事だと思うんですよね。なので、こう失敗した時に何が失敗の原因だったかっていうのを明確にして、そこに対する、まあ、自分なりの違うやり方だったりとか、そういうものを身につけていかなかったら失敗が無駄になってしまいます。で、こう趣味でやっていく中で、1個目作ってうまくいかなかった、
気に入らない部分があった、じゃあ2個目もう一回そこを修正して同じものを作ろう、で2回目で全部を修正することができずに1回目よりかは良くなったけど2回目でもまだ満足がいかない、じゃあ3回目4回目で同じ作業同じものを3個も4個も作ることができるかって言ったら、やっぱり限られた時間の中だと難しいことだと思うんですよね。まああとはそれが楽しいかどうか楽しく感じるかどうかっていうところが大事だと思うんですけども、なのでそのまあ1回目で全てに気づく人もいれば3回やっても気がつかない人もいるっていう違いがあるんだとしたら、1回も失敗せずに、失敗することをちゃんとあらかじめ理解した上で、でですね、こうやってやったらこういうふうな失敗をするからこうやってやろうと初めから失敗したことを想定してすることができて失敗のないように作業をすることができたとしたら、それはもうあの失敗も経験として、その作業をしたことになるかなと思うので、なんとなくやってたまたまうまくできたとかではなければ、もっとしっかりこういろんなことを考えて失敗する、リスクっていうのも把握した上でその作業をこなしていけばわざわざ失敗する必要はないかなと思います。なのでこう作業をやるときにですね、この作業をどうやってやったらうまくいくかっていうことをいっぱい考えると思うんですけども、それを考えるのと同じぐらいですね、どういうやり方をやったらどういうリスクがあって、どういう失敗をするのかっていうことを同じぐらい考えないと、正解は導き出せないと思うんですよね。それは目先の作業だけじゃなくて、その前後の作業と、まあ、完成までの全部の、まあ、作業の流れをトータル的に見たときに、どの作業が一番いいかっていう判断をしていかなければいけないと思うんですね。まあ、ただこれが結構難しいことだと思うので、皆さん失敗することが多いと思うんですよね。まあ、うちの教室の場合ですね、こう未経験で来る方がほとんどなので、まあ、こう未経験で何の作業もやったことがなくて全体の流れが どれぐらいかわからない、状態でですね、一個一個の作業に、まあ、このあとこういう作業があってこういうふうにやるとこういうリスクがあるからこうじゃなくてこうやってやりましょうって説明しても、まあ多分楽しくないし辛いと思うので、まあ分からないうちはもうあらかじめそういうことはまあそんなに詳しく説明せずに失敗しないやり方、私の中でその後の段取りも組んで、こういうやり方でこうやってやってくださいとか、まあ絶対に気をつけなければいけない点、まあこうはやっちゃダメですよっていうところだけはちゃんと伝えてですね、そうやってとりあえずものを完成させることを最優先に、して流れをこう作業の流れがあるんですけども、である程度こういろんなものを作ってですね、いろんな作業をやって作業の流れだったりとか道具の使い方だったりとか、まあ、一個一個の作業の目的っていうのが分かるようになってくるとですね、これは何のためにこうやってやってるかとかっていうのをその時に説明すると結構ねこうスッと入ってこうその人の中でもこう、身につきやすいっていうのもあるので、どの段階でどんだけの説明をするかっていうのは、まあ、人それぞれ初めからちゃんと聞きたいっていう人もいるだろうし、まあ、個人的にはもう初めから、経験者と同じぐらいの作、クオリティで完成させるっていうことが最優先に考えているので、まあ、そこら辺はこう人によってもね違うと思うので、楽しみ方とか楽しいって感じる部分ですね、ということで、まあ、こうレザークラフトを長く続けていく上でのこのモチベーションをいかに維持するかっていうところと、あとまあ失敗についてでした。まあ、教室の生徒さん見ててもね、こう、まあ、これも味だからいいよとか、まあ、失敗も経験だからって言ってる方どうですか？結構多いですよ皆さん。まあ楽しみ方は人それぞれなんで、まあね、いいと思うんですけども、まあ、個人的にはね、まあ、なるべく会費を払っていただいて、まあ、材料費を払っていただいて作っているものなのでね、まあ、もちろん生徒さんが楽しんで取り組むということが最優先なんですけども、まあ、できるだけ失敗のないように、素敵なアイテムが完成するようにっていうことを目的としてね、レザークラフトやってますの、あ、教室やってますので、ね、なるべく失敗しないようにしていきたいと思います。今後もまあ何かこう一つテーマを決めて、例えば
それについての、まあ、私の考え方とか取り組み方とかそういうものを、まあ、このように雑談みたいな感じでしていくのも、いいかな、ちょっとやってみようかなと思います。いかがでしょうか。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。